よし、では、久しぶりなんですけど、ファミリーシミュレーターやっていきます。前回から1週間以上、ちょっと経ってるんで、ちょっともうやり方、忘れつつあるんですけど、っていうのは、ノイズのところ、特にこう、このファミリーシミュレーターみたいにこの、まあ、静かなゲームだと、まあ、私がこう喋ると、おそらく、まあ、5、60%ぐらいの確率で、なんかキーン、キーンってなんか、音が聞こえてたと思うんですけど、それの原因とかの追求とか、やっていたらもう、ちょっとファミリーシミュレーターやれなかったんで、久しぶりの投稿になります。で、そこのノイズのものについては、ちょっと解決したので、またちょっと再開していこうと思っております。はい。で、今日は、ちょっとやり方を忘れつつあるんで、あれですけど、そうか。アマモラひまわりを収穫して、24は、今、どれの作物でもいいっていう状況ですね。だから、今日は、違う。今日はじゃない。まずは、高いものって何だろうなっていうところをちょっと見ていきたいなと。やはり、高いものを作って売るっていうことをやらないといけないと思うので、それで言うと、あれ、エンドウ豆になるの？大豆か。大豆が高いのか。で、大豆が高いっていうのは分かったんですが。なんかいろいろ罠がありそうだな。なんか作物が取れるまでに時間が非常にかかるとか。難しいな。確かひまわりの、収穫するための機材が別だったんで、ひまわりは最低限外したいですね。ということは、キャノーラで、1個は小麦に、やっぱり小麦にしようかな。なんか小麦ってなんか一番使えそうなものですからね。超適当に言ってますけど。ということは、まずは、やることは、ひまわりの畑を、作り直し、からだな。とりあえず、この、なんだっけ。あれ。このサプソイラーっつうやつで、ちょっと耕してみましょうかね。これでマークが消えるんだったら、これだけでいいっていう判断になるかもしれないですし。一旦。
これでどうなるからな。26の、工作済み。26番のこの茶色の色の説明がわかりません。突き込みはいらないってこと。かな？ということは、やはり、英語はどっちなんだろう。あの赤いやつのカルティベーターってやつはいらないのかな。これもこっちはカルティベーターか。サブソイラーイコールカルティベーターなんだ。ということはあのカルティベーターはいらないのかな？なんかそんな感じがしてきましたね。やっぱりちょっとよくわからないな。やっと26番の畑を、なんだっけ、サブソイラーで、かけましたと。なので、この話を考え、ボタン、どっちのボタンか、毎回間違えるな。まあ、サブソイラーとカルティベーターっていうのは、どっちが上なのかなっていうのが、わからないな。カルティベーターは収穫後に、再び畑を耕かすのに使います。サブソイラーは次の種まきに向け畑を整えます。種まきに向け畑を整えます。再び畑を耕かすのに使います。意味がわからない。念のため26番も肥料を入れようかな。で先に、キャノーラのところの畑は、この、名前が、サブソイラーね。サブソイラーじゃなくって、こっちのカルティベーターでやるとどうなるかっていうのをちょっと見てみたいですね。なんか結果が同じなんだったら、このカルティベーターっていう機器はいらないかななんて思ってるんですけど、役割が、その役割が違うかどうかすら分かってないんですよね。カルティベーター収納する、展開する、何が違うんだろう。やはり、これ大事だなって思うのが、まあ、結局は高くは、サブソイラーだとしても、これだと、この、今だと真ん中の、量の一番左側の 3.5 メーターとかっていうのが、これだと右、一番上の段の一番右端3メーターですね。4メーター。これが、この、おそらくここの耕かせる横の長さ
であって、これ、もうすごいお金かけて、8メーターとかって買った方が、作業効率ははるかに早く、単純に倍になりますからね、作業効率が。欲しいな。あ、しかもこれだったら、肥料も散布できるのはこれだったら、肥料のマークついてるから。ないんだ。ないのに8万。4万9千。6メーターで4万9千で肥料。あ、いいね。で、とりあえず、1列やってみたけど、どうなった？邪魔っす。どうなったんだろう、これ。収穫済み、突き込みが必要です。石炭が必要です。収穫済みと、やっぱりちょっと何が違うかがわからないな。もう一回キャノーラを。でもこっちもキャノーラ選択できるよね。畑の情報がない。肥料、散布済み0%。で、こっちがおそらく100なんだろうね。こっちは100だよね。あ、これ踏んだけど100扱いになってるんだ。で、こっちは、肥料も雑草もゼロだけど、あ、肥料を散布してないから怒られていて、突き込みをしようと。あ、結局は、突き込みしないといけないんですけど、カルティベーターの存在が、わかんないから、また、とりあえず、売っちゃおうかな。何が違うかがわからない。でも、5000円でも、これなんだろう、これ。左上の、一日一っていうのが何なのかな？維持費かな？所得税的なやつ？わからないけど。で、これの右端の上の項目もプラス2ってなってるけど、何がプラス2なのかがわからない。いや、もう売っちゃおうかな？所有アイテムのところが1299分の601っていうことは、あれが満杯になると買えないとかかな？もしかして。でも、まあ、とりあえず売っちゃおうかな。プラス2が減って599とかになるのかな？売却しました。あ、減った減った。これ以上買っちゃダメよ、というアイコンなんだろうな。よし、売却してお金が手に入ったんで、まあ、かなりの損失だと思いますけど、まあ、ある程度ちょっとスッキリしたかな。これで。必要な機器とかが分かってきたんで。よし、ではまた、すき込みをやっていきましょうかね。なんかこれ、一畑やるのに10分以上かかるから、かなり時間かかるゲームですね、これ。こういうのはのんびりやりながら、お酒も飲みながらとかっていうのがいいんだろうな。けど、両手塞がっちゃうから、お酒飲めないな、これな。
だから多分作業者を雇うっていうコマンドが、そういう使い方なのかな。まあ、とりあえず、一回、すき込みをせよって怒られてるんで、すき込みをやっていきたいと思います。もうこれでやっとあれですね、すき込みが、25番か。25番の畑のすき込みも完了しました。やっとこう。で、あとやらないといけないことが、石炭が必要。で、26も、そうか。石炭はいらないけど、肥料がいるんだ。ややこしい。これ多分、前回のやつを放置したまんまだから、おそらくですけど、後ろが見えまへん。多分石炭入ってると思うんですよね。はい。ライム。何かを荷下ろししたんだけど、そんな77ぐらいのやつは捨てられちゃうのかな。さっき、なんか捨てられたっぽいな。あ、あるじゃん。あるあるある。落ちてた。これは？これ何？ちょっとこれ何よこれ。オブジェクトを投げる。ほい。え？これが石炭だろうな。あ、待って。やっぱりちょっと入れよう。あ、入った。あ、入ってないか。あれ？おいおい、そういう入れ方は、考えてなかったの？違う違う違う。L3 ね。L3。はいはいはい、入った入った。オッケーオッケーオッケー。じゃあ、まずは、石炭を、もらいに行きましょう。で、さっきのところにもう一個あった箱は確か肥料だったと思うんで、うん、もっと必要なのかな。そしたらその石炭とか肥料とか、で、気になるのが、気になるのが、今持ってるやつ。これか。そっか。うん。OK。肥料と石炭両方使えるやつ買ってるから OK なんだ。いやー。今これ動画何分ぐらいか、何分ぐらいの動画が作れたかわからないですけど、今これであれですね、もう50分はやってますね。いや、本当はすき込みとか、あれ畑でやる作業がまあ長い長い。だから自分が種まいて、これかな？違うな。こっちかな？できたん、これだ。確か2000買って、
で、一つの畑ぐらいだったんで、もう、6000、7000ぐらい買っときましょうか。おお。横に並ぶのね。いいね。もう綺麗に整列してるの、いいっすね。よし。では。ああ、もう結構近くじゃないと補充してくれないんだ。あ、けど、オートでずっと。あ、一袋で2000か。あれ、まさか買いすぎた？あ、しかも、結構、近くじゃないと反応してくれないんだ。その時に、買うのが、れ？これはあれだな。なんか、掴んでくれない。あれ？そういうもの？なんで、畑の中では掴めたのに。うむ。よくわからないゲームだ。とりあえず、一歩、狙いたいけど。よし。よし、じゃあもう、これ、補給するためでもめっちゃ時間かかるな。あ、こっちのやつ取ったのか。じゃあもうここに、くっつければ、楽に取れるか。じゃあとりあえず、補給を、やっていきます。やっぱ買いすぎたっぽいな。もう、89%っすからね。あららららららら。買いすぎた。ああ、もう100%だ。じゃあ、ここのショップに置いときましょう。多分ずっと置いとけると思うんで。うん。なんかこんな真っ白いのを運んでるとちょっとやばいっすね。しかも、これ、え？これ蓋とかないのかな？なさそうだな。これ絶対現実だと、こんな63キロで走ってたら、飛ぶっしょ、これ。畑に戻ったらもう、すっからかんになってましたみたいなね。すげえわ。よし。着いたから、また、あれ。石炭槍っすね。やっていきます。よし、これで、石炭槍が終わったから、ここら辺に、全部石炭を、下ろしていこあ、そういうこと？これも横に並んでくれるんだ。いいね。一個一個なんか下ろさないといけないのかなと思ったんですけど。うん。で、次やらないといけないのが、肥料ですね。肥料も同じ原理で多分やらないといけない。どのぐらい残ってたっけな。20%いくかな。17%。うん。で、こっちの左側の26番の畑については、なんか石炭いらなさそうなんで、肥料だけやっていきたいと思います。
これなんか肥料を散布済みになったんですけど、なんだろうな。気にしなくていいと思うんですけど、24番の青の濃さと25、6の青の濃さが違うな。なんでだ？まあ、よくわからないから、放置しよう。よし、じゃあ、ここら辺に、アポイして。じゃあ次だな。やっと次の工程に入れる。次の工程に入るまでにもう1時間10分くらいかかってますよ、これ。長い。あれ？あ、そうか。マップ的にはここら辺何かがあるはずなんですけど。何もないな。次は種まきのために何が必要かだな。種まき。種まきは、これでよかったっけな、こいつで。いやー、すっげー汚れてる。こういうのでもなんかあれなのかな、お金かかってんのかな。なんか汚れてますからね。洗車とか、したい感じだけど。これも何順で並んでんだろうって思うんですけど、なんだろう。ブラウ。収穫後にた、えー、畑を耕し、次の、何の違いがあるんだろう、これと。よくわからないな。まあ、ちょっと、そういう話はいいや。とりあえず、次は種をまかないと。わら。草。ブラリーを散布すると収穫量が上がる。これもの肥料とかかな？貨物の保護。アタッチメントの容量を増やす追加タンク。ガソリンじゃないけど、何かの、まあ、タンク。だな。大川湖の作物を、保管し、他の扉に、カッター、ケース、面、ディスクハロー、シーダ、肥料、草刈り、ウィンド、チェーンソー。他のタイムでチェーンソーもやりたいな。いや、とりあえず、一旦種をまこう。トラクターじゃないんだ。それもちょっと覚えてないから。どれだ？思い出せ。これが収穫。やっぱこれなんでしょうね。小麦ってこう書いてるけど、なんか家畜用のあれなのかな？この小麦っていうのは。種まきはこれだけで選択するのかな？それもわからん。肥料のタンク、さっきのアイコンあったな、こういうのな。種まきがありません。もう一回見ていこう。お、これかな？
ん？なんだったっけ？もうちょっとなんかいいやつをチュートリアルでやってたのかな？やべ。すんごい開くんだろうな、これ。そんなお金ありません。これでいいのかな？シーター。シーターでいいのかな？ちょっと他のやつも見てみよう。なんか他見たんですけど、なんかなさそうっすね。だからこれ買えばいいのかな？3メーター、3メーター、3メーター、3.6メーター、4メーター。トッピング種をまくことができますか？これが違うね。これもあれなんだ。種まくやつの、追加タンクか。だからあれ、種のマークになってんだ。これで、どれを買うか。9万円で買えるやつ。まあ、ここら辺だろうな。これの違いとか何なんだろうな。何が違うか。ああ、タンクの容量は違うのか。これ1000リッターで、こっち2800リッター。5000リッターで、これは。輝かすこともできます。まあ、安いやつでとりあえずやってみましょうかね。よし。じゃ、買ったから、じゃあ、行きましょうか。で、向こうで忘れずに、種を買って補充して帰ってこないといけないですね。よし。じゃあ、行きまーす。